今回はサブ4の人たちに向けてのお話をしたいなと思います。何しか短距離入れないとその長距離は速くならないです。基本的な話でいくと2ヶ月前は距離を踏んでいく、1ヶ月前になると本当にもう大会を意識した、練習をしていってもらいたいなと思うので、ランナーあるあるということで、ダイエット目的でね今走られてる皆さんめっちゃ多いと思うんですけど、まあ僕の友達でも今これからダイエットしたい、ダイエット中だっていう人たちに、今こう体鍛えてるけど全然体ちっちゃくなんないんですよねとか、脂肪がなかなかなくなんないんですよねっていう話めちゃくちゃ多くて、本当に僕は周りにめちゃくちゃいる友達いるんですけど、筋トレだけと走ってるだけどっちが痩せやすいかって言ったら走ってるだけの方が痩せやすいです。しかも朝会社行く前に走る。それなんでかっていうと、何も食べてない状態で水とアミノサウルスだけ飲んで走るでしょ。ほんなら脂肪をパワーに変える動きになっちゃうので、この脂肪がどんどんなくなっていくんですよ。朝走るとアミノサウルスの血流めっちゃ良くなるから代謝が良くなる、汗めっちゃ出る、だからすぐ痩せるっていうことなんですよ。だから、まあ、それアミノサウルス入れるか入れへんか別として、朝やっぱ走る人の方が僕はその体重は落ちやすい。落ちてもちょっとダサい体になるから、それは筋トレとかも入れて、まあ併用してもらうとしっかりめちゃくちゃええからなるんで、走ることも入れてください、はい、で走ることが楽しくなってきたらフルマラソンですよ。やったらかい。今回はそのサブ4の人たちに向けてのお話をしたいなと思います。サブ4をね目標とするというのは趣味ですよね。本当趣味でゆっくり走って、まあ3時間台だぜみたいな。サブ4の人たちはランナー人口の中でも 20% よね。だから 20% の中に入り込もうと思ったらサブ4なんですよ。サブ4になりましょうよ、せっかくなんで。ええ体作ったんなら、俺サブ4やし 20% の中入ってねえって言えるから、居酒屋で焼き鳥食いながら、ええそうなーみたいな、え女の子にええそうなんですかみたいな言われて、ああそうや言うてね。まあ僕の場合はもう 0.2% とかのところまで来てるけどね、うん、何も伝わんないから、2時間25分やで俺っつっても大体意味分からへんから、そうなんですか、え、どういうことですかみたいな顔されんのよ。サブ4だったら5分40かな、1キロ5分40ペース以内で走り切ることがサブ4です。5分40で僕は逆にめちゃくちゃしんどいと思うんですよ。パターンでいけば5分15ぐらいでずっと走り切ってもらうと、最終的に30キロで落ちたとしてもその5分40、30秒とか20秒貯金があるから、落ちたとしても4時間切りはできるんです。5分40で、42キロ走り切りますよ俺はっていう人たちよりも5分20ぐらいで突っ込んでる人たちの方がサブ4できてる人たちは多いと思います。なのでそういった余裕を心の中に持たせながら走るっていうのが大事だよっていうお話なんですよね。で僕の場合はそのサブ4行けたのが、まあ僕はその先にバーンとこう走っちゃうタイプ、先にスピードを出して貯金貯めるタイプなんで、だから気付いたらサブ4やったし、気付いたらサブ3みたいな感じでした。だからまあそうやってポンポンポンと行ける人もいるし、そのあんまタイム求めずガーってさっき突っ込める人っていうのは結構早くサブ3できる可能性が高い人なんで、自分の体をやっぱり分かっておかないとサブ4はできないので、3ヶ月前の練習内容としては、僕がもし友人に伝えるなら10キロ5分15ペースで走り切っといてほしいなと思います。でそのためにはやっぱりこう、400メートルとかトラックあるでしょ、トラック、あの陸上トラックとかで一回ちょい走りに行ってください。ほんで写真撮って、映えさせた写真撮って自撮りでいいっすよ、インスタグラム載せてください、友達いっぱいできます。そういうなんか仲間意識っていうのが結構高くなってくると、いろんな友達できてくるから、でそうやっていいところで写真撮って、で、モチベーション上げながら400を自分で、はあはあ 80% の力でいいです。別にタイムは意識せんでも、はあ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 いう 80% ぐらいの力で10本とか走り切っておいてください。タイムはちょっとほんまに意識せんでいい、まだ走ることが楽しいなって、みんなでできて楽しかったなっていう思いだけでいいです。それをしながら10キロをまた
5分15ぐらいで走り切ることがすぐできてくるんだ、ほんまに。だから1週間に1回そういうのをやっていってもらうと、だいぶ自分の力が上がってきたなっていうのが分かってくると思います。何しか短距離入れないとその長距離は速くならないです。絶対速くならないです。これは、サブ4に向けての皆さんのお話なんですけど、絶対そうなんで、まずそもそも筋肉がついてないっていうことで、一歩に対しての大きさがやっぱりちっちゃいので、やっぱり短距離をしっかり走り込むことで一歩の大きさをダイナミックに走る練習、それがサブ4の人たちには、大事かなと思うところで、それをまずやっていただく。で、2ヶ月前はサブ4を狙っている皆さんっていうのは、大体だけど150キロから250キロぐらいもうジョギングしたり、走ったりしてはると思うんですよね。でそういった、皆さんの中でもその2ヶ月前じゃあ何したらいいのか、ちょっと涼しくなってきた時にはやっぱり15キロゆっくりジョグ、キロ7分とかでもいいです。ちょっと楽になってきたら、レースペース1キロ5分40で走り切ること、それが結構大事かなと思います。まあ涼しくなったらもう走り切れますからね。まあ、その3ヶ月前の10キロ、5分15ぐらいで走り切れることができたらもう全然余裕です。なので涼しくなってきたら、距離を増やしていくと。その中でも、お尻とか太ももとかをまだまだ鍛えないといけないんで、山登りゆっくりしたりとか、まあ、大阪神戸とかだったら六甲山とかでも 1000m 級ですよね。ちょうど 1000m ぐらい、こうやってゆっくり登って足上が登っていくとか、まあ、そういった足腰を鍛えるというところがサブ4の皆さんには結構大事かなというところかなと思います。基本的な話でいくと2ヶ月前は、距離を踏んでいく、で週3回ぐらいの練習でいいんじゃないでしょうか。で、1ヶ月前になると本当にもう大会を意識した、練習をしていってもらいたいなと思うので、1ヶ月ちょうど前ね、30キロ走ゆっくりでいいんで走ってください。めちゃくちゃゆっくりでいい。もうなんなら一発で30キロじゃなくても1回15キロで、コンビニでちょっとゆっくりしてまた15キロゆっくり走る、みんなでピクニックランみたいなのでいいんですよ。それで30キロ40キロ作ってください。じゃあもう足腰できるから、そしたら確実にサブ4いきます。1ヶ月前30キロ入れて、で2週間前に20キロのちょっとレースペースぐらいのレベルで入れて、2週間前は10キロの、ちょっと速いペース入れてゆっくりして大会 OK でしょうか。まあ、それで、ね、結果絶対出ますから、とりあえずこの3ヶ月前からちょっと意識して、今はスピードを磨く時期で、再来月は距離を磨く時期、まあ、季節に慣れる時期ですね、はい。まあ、そんな感じで、やってもらったらいいかなと思います。走る前にね、やっぱりアミノサウルス、飲んでもらうことでアルギニンシトルニオルニチンの効果で本当こう体が持つというか、やる気が出るというか、血流の改善が行われるんで本当に走りやすくなるんですよね。で疲れてる時ほどそれを飲むことで、まあ、僕はもう5年ぐらい飲んできてますけども、練習する前1時間前、30分前もう1段階こうギアチェンできる、気がします。飲んでる方飲まれてない方一緒に寄り添ってね、一緒にやっていきたいなと思いますんで、まあ一度お試しいただけたらいいかなと思います。アプリから、ちょっとクーポン、今後 Amazon さんねクーポンをちょっと配布する予定なんで、サウルスアプリ取っていただければ、ひょっとしたら半額で買えるキャンペーンを早めに、出していこうかなと思ってますんで、ちょっと登録だけしといてください。ということで、今のお話の中で良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。サブ3ね、今目標として頑張っていられる皆さんっていうのは、まあ、僕の周りもめちゃくちゃいて、今は10キロをいかに速く走れるか、これがめっちゃ大事。サブ3を絶対取りたい思うならアップダウンの強さです。ラスト1ヶ月はもう長距離